猫が大昔にしたことを海の底で見ることになるとはね。プニダマからあんな化け物が出るなんて聞いてねえよな。うん、でも校長様がそんなこと。俺ら何にも知らないで集めてたけど、プニダマって実は超危ねえってことだよね。そういうことになるね。もうこんな集めちゃってヤバすぎる。でも、うん、そうだ、捨てちゃえば。こんなもん捨てちゃおう。それで全部オッケーじゃん。うん。止めるなよ。捨てたりして誰か拾ったら危ないよ。誰も拾わないって。よく考えないと、それからでも遅くないと思う。シマさん、ちょっとのんきすぎね。タマの方が早がてしすぎ。どうしてさ。私、なんかの間違いだと思う。間違い？うん、あのクラゲのおばちゃん、何か勘違いしてるんじゃないかって。だって、校長様が間違ったことを教えるはずないでしょ。何言ってんだよ。ハトちゃんだってシマさんだって見たじゃん。あれは夢だったっつーの。行け、猫に従う者は皆潰せ。でもだって校長様がそんな怖いこと私たちに命令する？うん、だってあんなおっかない顔だもん。そんなことない。可能性はある。何よ、シマさんまで。校長様っつってもハットちゃんのパパだし、ハットちゃんを褒められたいだけなんじゃないの。何よそれ、私はただ。信じたい気持ちもわかるけど。ほら見ろ、シマさんだって俺っちの味方。2対1で勝ち。タマヤ待てって。いくらプニダマが怖いからっていい加減なとこに捨てちゃダメだよ。プニダマ捨てるなんてどうかしてるよ。まったく、あんたらどうしろって言うんだよ。だからよく考えないと。タマには無理よ、何か考えるなんて一番苦手なんだから。頭きた。俺っち今すぐ捨ててくる。捨てるなんて信じらんない。とにかく一緒に考えようって。やだ。何を揉めてる。今日アポが入ってたマリコさんは来週に変更だったよね。ええ、急な出張が入ったそうです。わかった。じゃあキムリーさんとの打ち合わせをしてきちゃいますよ。お願いします。んよ、タマさんたち帰ってたんだ。やめて、タマ！離せてば。タマヤン、ハットちゃん落ち着いて。ビーチに埋めればいいじゃん。誰にも見つかんないって。だからそんなんじゃダメだって。じゃあホリマートのゴミ箱。もっとダメだよ。こうなったら仕方ない。実力行使を着てる着てるよ、エレキテーズ。問答無用。ああ、拾えよ。いやよ、タマが悪いんでしょ。あんたが片付けなさい。くんにゅー。二人ともやめなって。おい、みんな朝ごはん食べたか。いらない、まだ。どうしたの、喧嘩？何でもありません。そうなの、あれ。1、2、3、4、一つ増えてるじゃないか。すごい。ああ、それはすごいね。海で見つけたのかい。うん、でもクラゲが。タマ、黙ってなさい。いて、いてっても離せよ。暴力反対。静かにして。プニダマっておっかないもんなんだって教えなくちゃ。ダメよ。いいのかよ、ハトちゃん責任取れるの。何よ責任って。サニータウンが全滅したらポチさんだってどうなっちゃうか。
どうしたの？なんでもありません。なんか変だな。に優柔不断。やめなって。もう付き合いきれない。勝手にしろ。アットちゃん。まったく不用心だこと。一体どうしたんだい？喧嘩したみたいなんだ。ワットちゃんとかい？ならいつものことじゃないか。全然喧嘩じゃないし。ねえ、なんか変でしょ。タマさん、僕は仕事に行ってくるけど、あんまり思い詰めないでね。こんなのばっかり。はい。焦らず騒がず、そのうちお魚たちにも気持ちは伝わる。きっといいことだってあるさ。来た。残念無念。私どうしたらいいんだろう。はあ、アーは言ったけど、ベニクラゲのおばさんの話もわかるし、タマやシマさんの言うことだってちょっとはわかるつもり。でもお父様って本当にそんな怖いこと考えてるのかな。あんたたちどう思う？わかんないよね。やっぱり聞いてみる。ハッタラパッター、ハッタラパッ。降臨パパニャーリン、降臨パパニャーリン。校長様。ハットか。なんだ。プニ玉一つ発見しました。おお、そうか、よくやった。してどこにあったのかね。はあ、実は。なんだ、さっさと言わんか。海の底、ベニクラゲのおばさんのところです。ベニクラゲ？そのおばさんが昔のことをすっごくよく覚えてる人で、それでふん、私たち聞いたんです。大昔、猫族が起こした出来事っていうのを。犬出なしっていうのが世界のいろんなところで大暴れして、それは猫がプニ玉から作り出したものだって。なんだか怖くなっちゃって、タマやシマさんとも話したんですが、どうしていいのかわからなくって。あ、でも私はもちろんそんな話嘘だって思ってて。本当だが。本当の話だが、どうかしたか。本当って、じゃあおばさんの言ってたあれが私たちのやろうとしてる世界征服なんですか？そんなことしたら私は無駄な真似はしない。
ただ国玉の力で世界に我々の優秀さをはっきりと示す、それだけのことだ。優秀さ？良いかハット、優秀な者が世界を治めるのと、そうでない者が世界を治めるのと、どちらが世の中のために良いと思う？もちろん優秀な方です。そうだ、愚か者が世界を治めるなどあってはならないことだ。はい。では世界で一番優秀な生き物は何だと思う？もちろん猫です。その猫が世界を治めることは良いことです。そうだ、だからこそ猫が世界平和を作るのだ。だったらあんな怖いことは？昔の連中は少々手こずったのだろう。今度は私が全てを速やかに滞りなく行う。無駄な犯行も破壊もないまま、世の中に美しい秩序がやってくる。その8888年ぶりのチャンスなのだ。なるほど、分かったようだな。校長様、私たちのしてることって良いことだったんですね。よかった。世界征服は怖いと思ってました。まったく、タマもシマさんも分かってないんだから。あの二人の頭で分かるはずはない。それに比べてハットはさすが我が娘だ。はい、校長様。心配するな、すぐに新しい仲間を差し向ける。でも新しい仲間って、誰？聞かれた以上教えるのが礼儀かしら。風のように飛び、火のように走る、美しい手足と冴え渡る頭脳の女たち。しかしその実態は誰も知らない。何言ってんのあんたたち。人呼んでスリーバッドガールズ。スリーバッドガールズ、新しい仲間ってまさか？そのまさか。ああ、どうして二人ともああなのかな。なんだかどうでもよくなってきちゃったよ。そうだ、ヘルメシコ。あんたたちニャーヨロ島から来たの？違うの？なんで黙ってんのよ！お前は質問する立場にないのよ。歴史上最も偉大な魔法使い、ニャーリン様の命により、お前を仲間に入れてやることになった。それを伝えるために連れてきただけ。校長様の？お前たち、ずいぶんニャーリン様を困らせてるみたいだね。別に困らせてなんか、もうプニ玉6つも見つけてるし。ずいぶん偉そうだな。あ、遊び半分でやってる時間は、もうないんだよ。ほら。いつの間に？ちょっとの間に。それとほら。もう一つ。ああ！私たちはこの日のために特殊訓練を受けてきた、ニャーヨロ島の切り札、選ばれたものなのよ。切り札？何それ？校長様はそんなこと言ってなかった。お前の知らないことなど山ほどある。その一つが私たちプニ玉探索の超スーパーエリート、仲間に入るか敵に回るか、どっちにする？超スーパーエリート。そうよ、お前もなりたがってるって聞いたんだけど。私が超スーパーエリート？
出来の悪い仲間にはもううんざりなんだろ。やるわ。あらら、あれ。帰っては来たものの、何しようかな。ハットちゃんもシマさんもどっか行っちゃった。ちょっと言い過ぎたかな。いや、そんなことない。あ、そうだ、二人が帰ってくる前に捨ててきたらよくね。ただいま。どこだ。玉やん、どうしたの。あ、シマさん大変だ、プリ玉がなくなった。捨ててきちゃったの。違うよ、帰ってきたらなかったんだ。まずいよ、探そう。プリ玉どこだ、プリ玉、ない、どうしよう。そうだ、玉、探し物魔法やってよ。シマさん、もういいじゃん。どうせ捨てようと思ってたとこだし、こんなことするのハットちゃんしかいないよ。たまやん。プニ玉は全部揃わなくちゃ意味ないんだし、ハットちゃんが何しても、俺っちのプニ玉がここにあれば問題ないんじゃん。だけど。平気だよ。腹減った、飯食おう。たまやん、ハットちゃん探そう。もうやだ、面倒。探すの。シマさん、本当はそんなこと言ってまだ世界征服したいんじゃないの。何言ってんだよ。プリ玉全部集めて何か企んでるんじゃない。たまや、なんだか必死になっちゃってるしさ、怪しいよ。おいらはそんなことしないよ。あれ、どこ行くの。シマさん、なんかまずいこと言っちゃった。シマさん！なんだよ、まったく、ハトちゃんもシマさんもわけわかんねえ。なあ、バカらしい！やっぱなんか食おう。なんだ。誰だお前たち。聞かれた以上教えるのが礼儀かしら。は？風のように飛び、火のように走る。なんだその態度は。美しい手足と冴え渡る頭脳の女たち。バカじゃね。しかしその実態は誰も知らない。ブスぞ。人呼んでスリーバッドガールズ。あ、プラスワン、ハットちゃん。違う、どこ行ってたんだよ。あのさ、シマさん知らない？さっきあっちの方に行ったみたいなんだけど。いや、ちょっときついこと言っちゃったら出て行っちゃったんだよ。あ、そうそう、部屋のプリ玉がさ。シゴラスシメ、覚悟！くわー！やめろ、やめろってば。お前のプリ玉、いただくよ。バカ離せ。ここかがめ。所詮この程度、お前たちにプニ玉探しは無理なのよ。トーン！いってどう？これが我々のやり方よ。はい。撤収！
タマ。本当だってば、運命の出会いなんだよ。おい、誰か倒れてるぞ。ポチさんところの居候じゃないか。本当か。おい、しっかりしろ。おい、大丈夫か。おい、あれはタマさん、タマさんじゃないか。タマさん、しっかりして、起きて目を開けてよ。タマ